って時間お昼よね。だよ、寝過ごしちゃったしさ。今日って平日？休日？あれ？どっちだっけ？気づいたんだけど、明るい時間の秋葉原ってこんなに人通りがないもの？そういえば本当に誰もいないね。秋葉はこんな感じだけど、人がいないのはなんでかな。ダメだ、考えてたらなんか頭痛くなってきちゃったよ。わけがわからなすぎる。そうね、私もだね。ま、考えててもしゃあないか。それよりさ、どっかお店に入らないの？秋葉ってやっぱお店がメインの街じゃん。だからみんな道歩いてないのかもだし、どっか入ってみようよ。そうか、そうね。そうしたら誰かいるかもね。お店がいっぱいありすぎて逆に素通りしまくっちゃったもんね。そうしよう、そうしよう。どこ行きたい？二人とも。お腹の方はまだ空いてないし。あら、なんだか岩空っぽな気はするんだけど、変ね。私も。なのに別に食欲っていうか食べたいって感じがないや、まだ。あ、私もそんな感じ。さては二人も朝起きてすぐご飯食べられないタイプだね。でも目が覚めるのを待ってたら遅刻しちゃうから、頑張って食べたりするんだよね。うんうん。どうだったかな。まあ何にしろ今はご飯って気分じゃないね。じゃあお買い物かしら。秋葉原だったら電気屋さんとかアニメショップとかよね、有名なのは。そうだね、あとはゲーセンとか。まずは京香ちゃんのおすすめでどっかよろしく。え、責任重大。任せろって言ったのは京香ちゃんだ。ふう、そうでした。頑張ってエスコートします。Thank you.
誰もいないよ。変ね。もしもし、定休日ならお店の入り口開いちゃってますよ。さっきのお店と続けてね。うわ、これほこり積もってる。そもそも店の中まで草とか生えてる。どういうことなんだろう。出ましょう、とりあえず。コスプレ好きなんかい、イサちゃん。コスプレは、したことないけど。イサナ、こういうの着てみたいんだ。着てみたいっていうか、服が可愛いなと思うだけで。イサちゃん、メイド服似合うよね、きっと。いや、私クラシカルなメイド服着てティーポットなんて持ったら絶対めちゃくちゃ似合うよね。そんなことないわ。私なんてそんな。貴様がめちゃくちゃ恥ずかしがってる。そんなに嫌かな。せっかく似合いそうなのに。いやいや、私の勘によりますと、このイサちゃん、人のコスプレをするのがまんざらでもないと見ましたな。それもかなり。なるほど。あら、うわー、イサナが怒った。イサナが怒った。もう二人ともからかわないで。しかし、まあ、分かってたけど、メイドさんはいないね。そうね、残念ね。あ、本当に残念そう。だから、服が可愛いって言ったじゃない。現物、見てみたかったなと思って。メイドの制服だけでも残ってたらいいのにね。どっかにないかな。しかし、メイド喫茶でメイドの制服を漁るって普通に考えたら完全に通報案件だよね。だよね。まあ、どうせ誰もいないからいいだろうけど。イサちゃんに着せてみたいし、私も一緒に探う。ダメよ、ダメ。早く出ます。
ましょう。イサナ、顔真っ赤だよ。あのイサちゃんがここまで過剰反応するとは。もう二人してからかってばっかりなんだから。とかプラモとか売ってるとこか。結構ちゃんとディスプレイされてるね、フィギュア。草にも負けず、ツタにも負けず。あら、かわいい。お、イサナも興味持ってるね。よしよし、入ってみよう。うちの方はプラモのコーナーかな。それでこの辺がフィギュアだね。フィギュアってあんまりちゃんと見たことなかったけど、すごく凝ってるのね。これなんてスカートのフリルがすごいわ。はあ、綺麗でしょでしょ。京香ちゃん、フィギュア集めてんの？集めてるってほどじゃなかったんだけどね。好きなアニメのやつとかたまに買っちゃってたな。でもいいやつは高いんだ。まあマニア向けだもんね、そういうのは。そんなに値段が違うものなの？そりゃ違うよ。ゲーセンの景品になってるようなやつと本格的なやつじゃ値段10倍や20倍は違うレベルじゃないかな。そんなに？でも普通の人形だってぬいぐるみだって何でもそうだものね。当たり前よね。あら、こっちのも可愛い衣装、キラキラしてる。でも安いやつは安いやつで可愛いんだよね。気軽に飾れるし。あとゲーセンのプライズはそれを手に入れるまでに結局高いフィギュア買うのと変わんないくらいのお金ぶっ込んじゃったりする人もいるしね。当事者だったか。違うの、ゲームの腕的にはそのレベルだからそっちには手を出さないようにしてるんだよねって。自分の現実を考えて悲しくなってただけなの。自分を分かってるだけ賢明。プライズが上手な友達にもらう専門でした。適材適所だね。すごいわ、これなんて羽が透けて光ってるみたいに見える。何でできてるのかしら。そして想定以上にイサちゃんが食いついておる。本当だね。あと見てるポイントが服ばっかだよ。綺麗な衣装好きなんだな。あの眼差し乙女じゃの。じゃあイサナにはしばらくゆっくり見させてあげといて、私はちょっとプラモの方も見てこようかな。お、プラモも興味あり？アニメのやつあるかなって思って。私もゲームに出てくるやつだと分かるのもあるかもしんないな。ちょっと見に行こうかな。エリナってプラモ作るの上手そうだよね。京香ちゃんは瞬間接着剤で指くっつけてそうだよね。どういう指？はあ、thank you.
オホールだね。ラジオの専門店。違う違う、いろいろお店が入ってる建物だよ。商業ビルってやつ、確か建て直されたんだよね。そうそう、前のが古くなっちゃったから新しく建て直された割には、うん、だいぶボロボロだね。ツタの緑が眩しいぜ。まあしょうがない、秋葉だし。そうだね、とりあえず入っとく。お店はいろいろあるはずだからね、ウィンドショッピングできるでしょう。うんうん、入って損ないと思うよ、秋葉名所の一つだもん。そうね、二人がそう言うなら。この様子じゃウィンドショッピングもそんなにはできそうにないな。それ以前にまともにお店や商品が残ってないわね。建物の中も緑がいっぱいだからね。やれやれですよ。あら、ここはメガネ屋さんかしら。どれどれですよ。お、ほんとだね、それっぽいものが残ってる。でも誰もメガネかけてないよね、私たち。おしゃれメガネってのも世の中にはあるじゃん。そっか、それで言うと一番似合いそうなのはやっぱりイサナかな。私、わかるわかる、大人っぽいしね、落ち着いた感じするしね、メガネ似合うタイプ。そうかしら。なんか良さそうなの一個くらい取れないかな。うん、よいしょ。ま、待って待って、今日がいいわ、いらないから。なんでなんで。だってなんか恥ずかしいもの。メガネとかそんな私には似合わないと思うし。だからそんなのいいわ。ね。なんだこのリアクション。メガネってそんなにエッチなアイテムだったっけ。先回り自滅やめなよ。そうだね。
常に草に覆われちゃってるね。瓦礫も結構何の店か全然見えないね。特に用事があるわけじゃないし、諦めましょうか。そうだね。ここって何かな？外貨交換所ね。外国のお金と交換してくれるところ。秋葉は外国人観光客多いからね。観光客に優しい街っていうのはいい街だよね。私も海外旅行に行くなら観光客に優しい街がいい。まあわざわざ厳しい街に行こうとは思わないわね。私もそっかな。私は無事にこの土地をエンジョイして帰れるもんなら帰ってみろみたいな場所にもちょっと興味あるけど。なんか妙なガッツあるよね、エリナ。ランク下がるんだけどね、ゲーセンのゲームって。そうなの？何か違う？いや、私どっちかっていうと一人でじっくりやりたい派だからさ、ゲーセンだとちょっと落ち着かないかな。あとジャンルもね、私は RPG とかアドベンチャーが一番好きだし。ジロジロ見てるエリナ。はっはっは、優先順位下がるだけで好きは好きですからな。もうエリナったら。それじゃあ入ってみましょうか。うむうむ、しょうがない。京花ちゃんだってアニメのプライズを目が追いまくりのくせに。動いてそうな筐体がない。どれも画面真っ暗だね。こういうクレーンゲームなら動かないかしら。お金入れて動かなかったら切ないぜよ。残念、私の神のごとき腕前を見せるチャンスだったのにね。下手なんでしょ。